今回は小松ゼノアのバブル23ですね。 RC620 このベルトドライブのやつですね。これをね、安く手に入れたんですよ。これどこかの土建屋のね、倉庫の中に眠ってたらしいです。実はね、何十年前、30何年前の話ですけど、ウィークバブルっていうのがあったんですよ。うちの近くにゴルフ場がどんどんできて、そのゴルフ場を作るにあたって林を作るんですよ。で、植木をどんどん持ってこいみたいな話になって、の大きければ何でもいいっていう感じなんですよ。それで、植木屋さんだけじゃなくていろんな業種の人が参入したんですよね。で、このネギリチェーンソーを使ってね、山にあった植木を掘ってゴルフ場に届けるんです。そういう仕事がすごいあって、すごい儲かって、で、これもね、売れたらしいんですよ。で、聞いた話によるとね、山の中でね、このチェーンソーをなくしてしまうとかいう話も聞いたことあります。それで、探さないんですよね。探さないで次の現場行く。時間の無駄だと。新しいの買えばいいじゃないか。そんなね、ことがあったみたいです。まあ、もっとすごいのはね、ユンボをね、新しい仕事を受けると、ユンボのでかいの買ってね、ミニユンボじゃないですよ、03とか、ね、07とかでかいユンボを買って、それで、工事終わるまで使うのはいいんですけど、その後山に置きっぱなしにしてしまって、それでなくしてしまったとかね、ユンボをなくしちゃったとか、そういう話も聞いたことあるんですよ。それくらいね、すごい植木が儲かった時代あるんですよ。で、これもね、もしかするとその時代から使われたものかもしれないですよね。で、これのね、僕のダイレクトドライブは僕は長年使ってるんですよ。だから分かってるんですけど、このベルト駆動ね、どんなになってんだって話ですよね。これが分かんなかったんで、今回開けてみたら、意外とね、細いVベルト出てきました。こんなんで大丈夫なのかなって。まあ、これ見たときね、できればこれ、ね、直接駆動に改造しちゃいたいなと思ったぐらいなんですけど、まあね、これも部品一個一個が高いんで、なかなかそういかないかもしれないですけど、まあとりあえずね、これを長年ね、使わないで置いてやったんで、不具合をどっかに抱えてると思うんですよ。そういうのを探しながら、見ていきます。あ、それでさっきのゴルフ場のね、建設の話なんですけど、すごい話あるんですよ。もう時効だから言っちゃって大丈夫だと思うんですけど、ゴルフ場を作るときに山の木を全部伐採するんですよ。で、その後新たにコースとコースの間をこう仕切るような形で林を作るんですけど、そういう工事をね、請け負うね、業者がまたすごい人がいて、普通はその伐採した後植えるんですけどね、その元々の山で使えそうな木をそのまま置くんですよ。で、まるでどこから持ち込んだかのように、新たに植えたかのように木の支柱だけはするんですね。支えの木を支えてね、まるで植えましたみたいな感じにやって、あと無駄な木は捨ててね、で、使えそうな木はこうやって植えたように装って工事を完成させてしまうと、そういう人もいたみたいですね。今はね、まあその会社も畳んでしまったようですけど、まあすごい儲かった時代なんですよ。何しろ儲かったですよね。植木を、もともとあった植木、そのまま、まるで、ね、どっか買ってきて植えたように、装っちゃうんですからね。そういう細かいチェックはなかったんだと思います。で、細かい設計もないですからね。ゴルフ場の境目の、林なんていうのはね、そういう、ね、なんかね、その社長さんが考えたのか、事業員が考えたのか。あ、それでこれはね、ハンターオレンジっていう色ですね、洗ったんですよ。ただ、ベルトのカバーのとこはね、赤じゃなくてハンターオレンジに塗られてましたね。これは、動物と間違えられて、撃たれてしまわないように、山へ入るときね、ハンターオレンジっていうのを身につけるんですよ。漁師さんに撃たれないようにね。で、30何年前は、僕の畑にも、いろんなところの漁師さんが来て、解禁日になるとね、来てました。で、ちなみにこれは、ファンターオレンジです。はい。
それでね、そういう時代を僕は植木を掘ってたんですよね。で、これね、ここからです、本番は。このエンジンを分解しないで洗うんですよ。これどうやるかって言ったら、これ混合ガソリン25対1です。まあ、通常50対1使ってるのは25対1の濃いめのをキャブレターに直接注ぎます。で、この時アクセルを開けてやるんですね。で、クランクケースをジャブジャブの状態にしてしまうわけです。で、プラグを外してください。このね、プラグを外して、で、アクセル全開のままスターターロープを引くと、こうやってプラグホールからね、ガソリンが飛び出してくるんですよ。混合ガソリンがね。ここでエンジンの中かなりよく洗えます。分解して洗いたいとこですよね。だけどなかなか分解できない。ピストンリングから大胆ベアリング、小胆ベアリング、全部ね、全部のベアリングが、この混合油によって洗い流されてるんですよ。で、多分、ストンリングと固着とか、ちょっとしたものであれば、これで直ってしまうと思うんですね。で、こうやって、エンジンの始動性も良くなります。これ2回目やってます。ガソリンを たっぷり入れます。それで、アクセルを全開でね、スターターロープを引きます。で、プラグからガソリンが勢いよく飛び出してくるので注意してください。で、これ何回もやってるとあまり出なくなるんですけど、まあ20回ぐらいはやった方がいいです。20回ぐらいやらないと、次エンジンかけるときがね、かぶってしまう場合があるんで、それでこうやってプラグを取り付けてね、エンジンをかけます。これね、ガソリン入れてみたんですけど、下わかりますかね？入れたガソリンが漏れてんですよ。で、最初気がつかないで、あれ？俺こんなこぼしちゃったかなと思いながら、ガソリン入れてたら、どうやら漏れてんですよ。もうすごい量で、それはもうガソリンタンクに穴が開いてるレベルですね。で、これを、なんとかしなくちゃいけないですね。まあ、とりあえずエンジンをかけてみます。簡単にかかりますので、で、かけるときは、足でね、アクセルを全開にしてます。で、チョークを戻した状態ね。これでやると、簡単にエンジンかかっちゃうんです。もうかかっちゃいますよね。すごく簡単にかかっちゃいます。で、これ、エアクリーナー外した状態で、ちょっとね、一回エンストしました。だけど、その後、全然大丈夫でしたね。ちょっと低めだけど、アイドリングもちゃんとしてましたし、全然問題ない状態ですよね、エンジンの方は。はい。ただ、あれですよね。問題は、ガソリン漏れですね。すごい量です。で、だから、この時はね、燃料タンクが割れてるとか、そういうことかなと思ったんですけど、普通は割れないですよね。燃料タンクは、外からの衝撃受けないような場所にあるんで、割れないですよね。で、この時も、ガソリンの漏れね、どうしようかなっていう感じで。やってました。とりあえずね、これってエンジンはかかったし、エンジンもオーバーホールはしてないですけど、洗い流してますからね。何十年、そのバブルの頃からの埃をきれいに洗い流してます。これで調子よくしてます。でね、まあできれば慣らし運転ぐらいやってやりたいところですよね。長年ね、使ってなかったんで、その間に何が起きてるか分かんないんで、それで、キャブレターっていうか、マニホールドみたいになってるんですけどね。このエアクリーナーとキャブレターの間、パイプでつながってるんですけど、そこを外してみました。そうすれば見えるんじゃないかなと思ったらね、やっぱり案の定ですね、キャブレターからガソリンタンクへつながるパイプが、燃料タンクへ接続されてるんですけど、そこから漏れてるようでした。で、その量がね、すごい多いんで、もしかしたらこう違う部品がついてるのかもしれないですね。あるいは、なんかで、穴のとこね、なんか傷つけてしまったとか、割ってしまったとか、そういう感じかもしれないですね。こうやって分かるほどドッと漏れてんですよね。こんなに漏れるのって、ちょっと
とね、ゴムが劣化したぐらいではありえない量が漏れてました。で、これは後で何とかします。とりあえずね、今回は元通りに組み立ててね。で、ベルトドライブのとこも長く置くと分かんなくなってしまうと思うんで、とりあえず元通りに組み立てて、後でこちらは燃料漏れの方はね、なんか対策したいと思います。とりあえずは燃料パイプとかね、取ってみれば、取り替えてみれば分かると思うんですけど、まあ燃料パイプはね、消耗品だと思うんで、とりあえず取り替えてみて。で、あとね、この細いベルトつけて、本当にこんなんで大丈夫なのかなって感じですよね。で、こういう感じで、もうね、見たことない機械なんで、機械っていうか、ここの部分だけでもね、見慣れた機械なんですけど、ここの部分全くね、やったことなかったんで、本当、もう全然わかんなくて、まあ、とりあえず元通りにはできたんですけど、こんな感じでね、外見もかなりきれいになりました。これでね、どうやら実用で使えそうな見込みがね、ついてきました。オイルもね、この通ってんですね、このベルト駆動のとこね、この黒いパイプ見えるんですけど、そこオイルも出てましたので、大丈夫です。